ブラガブ。お疲れ様です。アジャコングの幼馴染と知り合いブラガブです。最近ね、エッチなプラモデルだいぶ増えてきましたよね。とりあえず胸でかくして裸に向いときゃ売れるっていうことにね、メーカーの偉い人も気がついたみたいですね。俺はねだいぶ前から分かってたけどね。はい、ということで現在開発中で、かつ個人的に気になっているエロフィギュアと見まごうようなドエッチなプラモデルを見ていきたいと思います。まあ、まずは無難にね、フォトブキアのアルカナディアですよ。これデンホビさんのサイトなんですけど、シリーズ第2弾ベルルッタちゃんですか。はいはいはい、これね、はいはいはい、ロリッコサキバスですね。なるほどね、これは売れるね。うん、まあ、可愛いしね。あ、程よく肉乗ってるしね。あ、これは売れますね。これ、あ、これいいですね。ちょっと欲しいですね。でちょっと公式サイト見てみますか。私とエンゲージしてくれますか。ベルルッタ様とお話しさせてやるので。どうしてもって言うならエンゲージしてやってもいいぞ。嘘。え、仕方がないもんな。マジで、ちょ、エンゲージしたい。もうエンゲージしたい。なんだその顔。マスター、足が鉛のようだぞ。特別にベル様専用の杖にしてやるぞ。ほら、早く手を貸すので。あの手以外もお貸しします。いきなり後ろから吹っ飛ばされたいのかマスター。完全にエロゲーじゃんこれ。おめでとうございます。え、あなたがクリック100万人目のお客様となりました。マジで嘘。5秒後にプレゼントページに切り替わります。え、マジ、やった、切り替わっちゃったよこれ。嘘なのだ。はぁ、お前何引っかかった。ふざけんなよお前、マジ信じちゃったじゃん今。なんだよこのクソガキ、分からせるぞクソ。マジ、ページ、あのベルルッタちゃんのページ布の面積完全にこいつサキバスじゃねえかよ。もうあれだろう、これあのよく薄い本とかでよくあるそのなんかサキバス見習いの人間界に降り立ってニートの寝込みを襲うとか、なんかそんな感じのなんかそういうシチュエーションのやつが履いてそうな下着ですね。これなんだよこれ、ボイスボイスサンプルって完全にこれエロゲーのキャラクターページじゃねえかよこれ。後ろの2つだけなんかピンク色になってて、なんかちょっとなんかあれでしょ、ちょっとエッチなボイスが出るんでしょ、うんとかうんとか。ああ、俺もベル様と遊びたいわ。俺も遊びたい。あ、いいですね、あのベルルッタちゃん。ちょっとエロゲーのキャラにしか見えなくなってきたんですけど、これは欲しいですね。ぜひ買おうと思います。次ね、またこれデンホビさんなんですけども、マックスファクトリーのギルティープリンセスですね。別シリーズレビューしたんですけど、第2弾シリーズは下着姿の囚人さん、ランちゃんですか名前は。ちょっと見てみましょうか。ちょっと待って、これもうなんだよこれ、もう下着じゃねえかよ、ガチで下着じゃん。お前もうこれ裸じゃねえかよ。なんだよ囚人って。囚人とはこれ裸の女にしか見えねえよこんなの。この申し訳程度の足かせが囚人要素なんでしょうか。僕にはもう裸の女にしか見えないんですけど。くっ殺せとかなんか言いながら監修に薄い本みたいなことされちゃうやつですよねこれ。いやー、これ来てるね、だいぶこの会社だいぶ来てますね。はい、次、まさかの18禁のプラモデルを販売して業界に話題を呼んだエロフィギュアを売ってる会社のプラモデルですね。お前なんだよ、こっちも下着じゃねえかよ。おい、清掃ねえな最近のプラモデル。レビュー動画出したんですけど、前のシリーズがねバカ売れしたから完全にエロ方面で味占めてますねこれ。うわ、これフィギュアじゃないですからね、プラモデルですからね、これガンプラと同じカテゴリーですからね。元のキットの方がエチチな感じですね。はい、最後、コトブキアのクロスフレームガールブラックマジシャンガールですね。これだいぶ前から情報出回ってたんですけど、ついにね夏にねカラーで公開されましたね。
全デュエリストの女がまさかのプラモ化ですよ。これやばいよね、売れちゃうよねこんなの。ちょっと広告邪魔なんだけどこれ遊戯王とかね、マジつよつよコンテンツですからね。もうこれさ、マジデュエリストがさ、ふーんエッチじゃないか、全速前進だとかなんか言って、なんかこれもう販売サイトに押し寄せるんでしょこれ。またサーバーパンクしちゃうよ。もう1時間で売り切れちゃうんでしょどうせ。もうやだもうこれ。出ました、はいはい出ました、このカードを1枚伏せてターンエンドしてる写真。このスリットの深いスカートの角度ね、これこれこだわってんだろうな、何回も作り直したんだろうなこれ。これちゃんと中身までね、パンツまでこだわって作ってる証拠ですから楽しみですね。この谷間とかもすごいいい感じですね。はいはい、あのということで個人的に注目しているエロプラモでした今紹介したプラモデルはね、あの全て発売日未定で、もう価格未定ですから、まあ、いつ出るのか分かんないですからね。まあ値段はね、いつも通り5000から7000ぐらいですかね。うん、大体そんな値段ですからね、この手のキット。まあそりゃ財布も股間も持たねえわな。またこういう情報が出たらチェックしていきたいと思います。まあ逆にこういうの出るよっていうのを教えてもらえるとすごい助かるので。情報ね、もしコメントとかでありましたらよろしくお願いします。じゃあ短いんですけどね、今回はこの辺で。ありがとうございました。さよなら。